どうもヒログランスです。今回はですね、マキオンね、マキシマムブーストオンをこちら、約2ヶ月以上やりました。それで、思ったことと感じたこと、初心者さんがね、これから、マキオンやりたいなーとかいう時に、見てもらえたらね、いいと思います。で、今回ね、5つね、取り上げました。1つ目、初心者にはね、このゲームね、優しくないです、ちなみに。最初はね、勝てないです。経験者からのね、洗礼を受けます。それで何回も負けて、どんどん上手くなっていく感じですね。2つ目、同じレベル帯の人とね、やるといいと思います。自分も、同じレベル帯の人とはやってないんですけど、上手い人とね、やるとね、自分が、毎日コツコツやってるのに勝てないとかなると、自分が上手くなってるのがわからないのがね、起こります。現に、ちょっと怒ってます。周りの人がね、いや、前より上手くなってるよとか言われると、ちょっとはね、安心できるんですけども、多分自分一人でやるとね、結構きついかなって感じがします。3つ目、経験者からのね、アドバイスの理解ですね。よく、被弾が多いとか言われるんですけど、試合中とかですね、レーダー見ろとかもあるんですけど、最初の人って、見てる余裕がないんですよね。レーダー、右上のレーダーとか、あと弾がどう飛んでくるとかの、多分、している機体を動かすのをやっとって感じがしますね。それで、いろいろ練習したりするんですけども。で、今が3つ目ですね。で、4つ目。機体を選び、乗りたい機体を自分の体のように動かすってことですね。これはですね、よくね、初心者向けのテクニック集とかあるんですけど、結局全部これに値すると思うんですけど、機体を選び、自分の体のように動けないとマジでいけないんですよ、このゲーム。すごい感じましたね、それ。なので、その選んだ機体をひたすらやるってことですね。で、ある程度やって、この機体ね、もうだいぶ動かせるよってなったら、目の機体とか、行ってみるのもいいと思います。5つ目、このゲームを途中でやめないで、ある程度までやり続ける。これですね。これはですね、結局、多分買って、やめた人多いと思うんですよ。勝てないから。けど、このゲームめちゃめちゃ実際に、続けると面白いです。面白いんだけど、簡単ではないって感じかな。わかりやすく言う。けど、この面白いに達した時が多分すげえ面白いと思うんですよね。自分も正直、ここまで、面白いんですけど、達してないです。まだまだ全然やめる気はないので、よかったら初心者の方もね、狙いで続けていってほしいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。